TBS ラジオ伊集院光とラジオと篠原ゆき子とおはようございます。今日お邪魔させていただきます。伊集院光さんとは初めてお会いするので、しかも生放送っていうのも初めてでして、とってもちょっとドキドキしてますが、皆さんよろしくお願いします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの竹内かなえです。今日のゲストの女優の篠原ゆき子さん、篠原ゆき子さん、はい、今お声を初めて素の声を聞いたんですけど、はい、竹内かなえは最新作見てるじゃないですか。映画女たち見ました。でこの声はどんな、いや女たちという映画がの中での篠原さんの役割がこういう感じじゃないので、はぁーっとちょっとびっくりしました。なんかそれがちょっと面白かったのは、まあ、僕女たちまだ見てないんですけども、はい、かなり深刻な、そうなんですもん、映画なんでしょう、はい、俺はミセスノイズィーを見たの。ミセスノイズィーも、まあ、問題自体は深刻な映画なんだけど、まあ、ここまで極端じゃないけど、ちょっと可愛らしくも、失敗もしちゃうし、揉め事にも巻き込まれる役だったから、そんなに違和感ないんだけど。すごい意外な感じ。あ、そう。だからいろんな幅を持っている人っていうことだね。少なくともディレクターが、この、篠原さんをブッキングした理由は、今後どんどん出てくると思うっていう、より今よりも出てくると思うということなんで、今日はもう僕は、いろんなこと聞いて、後に自慢していきたいと思っております。この後、女優の篠原ゆき子さん登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は、総合人材サービス、新生梱包、他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、篠原ゆき子さんは1981年生まれ、神奈川県出身。2005年映画中学生日記で女優デビュー。2013年の映画共食いで第28回高崎映画祭の最優秀新進女優賞を受賞。その後も映画は渇きや湯を沸かすほどの熱い愛、ミセスノイズィ、ドラマ相棒など様々な作品に出演されています。本日のゲストは女優の篠原ゆき子さんです。ということでゲストです。女優の篠原ゆき子さん、よろしくお願いします。あ、どうも篠原ゆき子です、よろしくお願いします。めちゃめちゃ可愛いですね、こういうだ僕は僕の見たミセスノイジーだとそこまで違和感はないんです、はい、ああ、明るいキャラクターです、ね、そうですね、そもそも明るいこの、あ、まあ、失敗がどんどん、とんでもない子に行く話だから。だけどディレクター陣からするとっていうか、僕この女たちって新しい映画、どういう映画って聞いたら、はい、ドスーンと来るよ。ドスーンと。すいません、そうですよね。でもこの最新作の話からちょっとしましょうか。ありがとうございます。ね、主演映画。はい。女たち。女たち。そもそももうちょっと早めに公開する予定だったのが、またちょいちょい伸びちゃってる。そうなんですよ。本当は5月21日だったのが、6月1日に、まあ、少しだけ延長。うん、そうか、他の映画に比べればね。はい。そう、コング対ゴジラに比べればね。もうすごい勢いで伸びてっちゃってるからね。はい、あ、そうですか。どんなお話ですかっていう。そうですね。まあ、題名の通り女たちが主役の話なんですけど、うんうん、田舎で暮らす、私が演じた役は田舎で暮らす一人の40歳の女性なんですけど、うん、母親の介護、高畑敦子さんが演じるお母さんの介護をしながら、パートタイムで働いているっていう、うん、まあ、どこにでもいるような、一人の女性の話なんですけど、うんうん、そこにコロナ禍っていうエッセンスが加わっていて、あ、はい、映画もそこが入ってきてる、ね、そうなんです。台本を作ってる時点で、コロナ禍に見舞われたので、そこでちょっと軌道修正して入れていこうってことになって。
なんか一応もらった資料だと、はい、脚本段階からかなり積極的に参加されてるっていう。そうなんです。初めて企画を一から作られる過程も一緒にさせていただいた作品で、はい、奥山プロデューサー、うん、奥山さんが、なんだろう、私主役で映画を作ろうって言ってくださって、それでなんかいろいろ私も最初から携わらせていただいたんですけど。だって携わるもん、どういうことをするんですか？でも、なんか監督、私、前にご一緒させて、穏やかな日常っていう作品でもご一緒したんで、本当になんか、脚本作りに関わるっていう、なんかそんな大それたもんじゃなくて、一緒にファミレスでお話ししたりして、うん、ズームとかで、監督の奥様が撮影監督なんですけど、その方と3人で、なんだろう、女ってこうだよねとか、私の友達がこうでとか、そういうなんか普通にフランクなお話を監督がピックアップして、脚本に、使っていただいたっていう感じです。じゃあ、実際に、篠原さんがお話しされたことで反映されたことっていうのが、はい、う入ってるってことですか？そうですね。ところどころ、はい、あります。例えば、まあ、ネタバレに、ね、ならない。ならないけど、この辺は、私は。エッセンス。でも、お母さんが、半身不随なんですけど、うん、そのお話も私の知人でちょっといて、うん、そこから膨らんだりとか、うん、そういう感じ。でも、ちょっと、高畑さんの、ろれつが回らない役じゃないですか。うんうんうん、それは高畑さんが、アイディア出してくださって、そうなんですよ。その高畑さんの、すごいのが迫力と、すごいらしいね。至るや。そうなんですよ。どう思われました？一緒に演じて。いや、でも、なんか本読みで、初めて、なんか本読みで、サクッと、こういう話し方はどう？とか言って、やってくださったんですよ。うん、それがもう、すさまじく、上手というか、もうリアルで、うん、鳥肌立っちゃって、うん、やばいと思って、こんな方とご一緒させていただくんだと思って。いや、俺なんかクイズ番組で言葉が出てこなくて困ってるおばさんとしてしか会ってないから、高畑さんと。もう陽気ないい人なのよ、本当にね。可愛らしい人ですよね、その、高畑さん自体は。最初見たとき、これは高畑さんって、だっと思うけどって確認するぐらい、はい。顔も、うん、顔も変えて。なんか自分の数少ない演技経験で、はい、やっぱり、その自分の目の前にいる共演者の人が、きちんとしてくれると、やりやすいっていうか、僕自体はね、ただ、今度はそのレベルにもよるんだろうな、みたいなことは、まあ出てくると思うんですけど、高畑さんのそのみんなが言うその凄まじいはどんな感じだったんですか？いやー、なんか本当に、こっちが生半可だったらもう吹き飛ばされるというか、もう同じ次元でお芝居できないなと思ったんで、すっごく緊張しました。一緒のシーンの始まる、前日とかはもう本当寝れなくて、いやー、すごかったです。でもすごいね、その矛盾してることをやるわけじゃないですか。リアルっていうことだから、はい、本当に何言ってるかわからなかったら、心の底から聞き取れないっていう演技はできるものの、でも自分はセリフがあるし、はいはいはい、そこはリアルだとって聞き取れないわけにはいかなかったりとか、うまく言えないんだけど、そのリアルな感情も出しながら、ちゃんとコントロールもしなきゃならないときに、はい、ものすごい力量の人がいることの頼もしさと、はいはいはい、難しさ。はははは。はあ。質問が難しくてちょっと待って。いや、なんか、なんていうの、俺だったら途中で自分のね、よっぽどきちんといかないと、素が溶けちゃうと思うんだよね。なんと素が出ちゃう、こっちも。向こうが素にしか見えない迫力のある演技してきた時に。要するに、なんかわかんないけど、僕が山田太郎の役だったらば、お母さん大丈夫だよって言えるんだけども、もう手に負えねえよっていう顔になっちゃうっていうのかな。ああ、でもそうだったかもしれないです。はい。なんかもう本当に高畑さんを前にしたら、なんか、作ってきたものとか、もう、ドラーって剥がされて、もう生身の自分でしか勝負できないなというか、本当にもう、すっごかったです。
あのクイズではおっちょこちょいなお姉さんは、そうなんですね、あ、そうなんですよ。え、そっちの顔見せてくれるの？優しい方の高畑さんは。あの、撮影の、なんていうの、始まる前は、はい、ご挨拶の時とか、うん、あと、役について話し合う時とか、私たちの高畑さんにとっては夫で、私にとっては父親は、出てこないんで、エピソードも自分たちで作るという感じなんで、どういう人にしますみたいな感じの時とか、本当にもうね、素敵な、キュートな方で。役者さんにもよるんだろうけど、はい、そのカットカットの間とか、はい、そのなんていうのかな、その日一番で入った日、その時とか、はい、そういう時は素に戻るの。まあ、それは高畑さんも、それから篠原さんもそうなんだけど、ずっと続けるタイプの人もいるじゃない。ああ、素に戻るんですけど、今回のこの女たちは、うん、結構、コロナ禍で撮影だったんで、全然、スタッフさんとか共演者さんとご飯も行けずに。なるほど。はい。で、群馬の富岡っていうところでずっと泊まりで撮影だったんで、私も最後の方は、なんだか自分なのか役なのかっていうのは、わからなかったですね。そうか、うん。それで終わったからちょっとご飯食べましょうなら、あの時はちょっと強すぎてごめんでもあるんだけど、むしろ私こういった方がいいのかしらっていう素があるけど、うんうんはい、ないからこそ。そうですね。本当に。だから途中で、ちょっと、高畑さんが、なんだろう。お芝居について質問してくださったんですよ。これは、この時入ってくるの？とか、なんか、普通の、フランクな高畑さんで質問してくださったのに、怖くて泣き出しちゃって、私。なんか、ちょっと、なんだかわからなくなっちゃって。分けられなくなっちゃってるから。はいはいはい。すごいなんかみんな監督とかもどうしたのみたいな。それ面白いね。あのお母さんが突然役とは関係ないことになっちゃうと、はい、あ、お母さんどうかしちゃったみたいなことが整理整頓できなくなっちゃったんだ。でもそこまで没入してるっていうことって。うん、本当に、すごい、もうなんか不思議な体験をさせていただいた作品です。じゃあもうちょっと僕が見た方のミセスノイジーの話もちょっと聞きたかったんですけど、はい、あれも面白いんだけど深刻な話っていう割とやりづらいっていうなんつうの分け方難しい結構日常に迫る怖さみたいなものがすごいいっぱいあって人には人のこう見てる側によってなんか全然違う真実あるんだみたいな日常にある本当に怖いことみたいのを書いてんだけど途中途中ちょっと面白くなるみたいなギャグ入ってるみたいな。そうです。はい。喧嘩のとことか。ねえ。え、あれはどうでした？やってみてどうでした？すごい楽しかったですね。なんかずっと割と私悲しい役とか、うん、サチウスというか、な役が多かったんで、うん、ああいうちょっとコメディタッチなの要素も入っているのがすごく楽しかったですね、うん、言われてみればあれももうコロナ禍もコロナ禍だったんだよね、はい、この番組でいよいよ公開みたいな話してそで、はい、それは相当面白そうだねってなって、はい、しばらく経ってから始まったらしいよみたいなその感じになったのを覚えてるわ、うん、そうなんですよ、うん、コロナ禍でミセスノイジーも延期になったんですよね、うんまあみんなね、どこも大変な時期ですけどね。そもそものデビューのきっかけは何からですか？は、でも普通に大学時代に履歴書をモデル事務所に送ってっていう感じで、うんうん、木村拓哉さんに会いたかったんですすごい普通の。本当に生きてんのかななんつって。そうなんですよ、ね、見てみたい、竹内かねもそんなことばっかり言ってるもんね。私木村拓哉さんが大好きです。そうそう、誰に会いたいのいいぐらいに食い気味で木村拓哉っていう人ですから、ね、あ、そうなんですね。最初それスタート、はい、俺ねごめんなさい、経歴を見てて、はい、中学生日記に出たんですよね。あ、でもそれドラマの NHK さんのじゃなくて映画のなんですよ。は、はい、あ、そうなのか。そうなんです。え、これ、何歳の時ですか？ 28 ぐらいですかね。20代後半で、中学生のなんか、25、24でした。24歳。24歳で、中学生の役なんだ、はい。俺そこが全然、え、何役なんだって思って、ね、24で中学生役いけば、でもいけそうな顔立ちだね。ええー、
あの、でも、それは、なんて言うんですか。あの、大人たちが中学生を演じる、ちょっと、面白みみたいな。あの、ちょっとアリのやつなのか。シュールな、山下信弘さんっていう監督の、なんか、映画なんですけど、そうなんですね。え、ちなみに、キムタクは会えたの、はい、木村拓哉さん。会えたんですよ。出た、何で、何で。中目黒で歩いてたら会えたんです。芸能界関係ない。関係なかった。芸能界で会ってないじゃないですか。もう本当ですよね。生きてるっていう。ああ、と思って。でも本当に好きな方と会うと、すっごい興味ないふりしちゃうんですね。ああ。なんか。すごいわかります。わかります。なんかうまい言い方わかんないけども、はい、じゃあいっぱいファンの人がいる中で、はい、で、しかもこの世界に入ったじゃないですか。はいはい、入ったらそこはちゃんとわきまえている人だというのを、なんかアピールしたくて、過度に気持ち悪い感じになりますよ、俺なんか。すごいですよ。ああ、そうですか。伊集院さんもそうなんだ。はい。僕今まで憧れの人に会った時に必ずなんか浮ついたこと聞いちゃいけないと思って、好きな食べ物何ですかって聞いちゃった。すごい普通の。カレーライスですなんて言われて。ね、困ったりとかしてますから。共演はまだなし。共演、そうですね。ちゃんとした共、あの、一回エンジンっていう番組で、うんうんうん、ドラマで、あの、私は一言喋る役で、本当何時間かご一緒させていただいたんですよ。うん、でも、あの、すごく優しくて。なんかね。もう本当に感じのいい方でした。いや、僕もなんか本当に、うん、本当に、あんまりお会いしたことないんですけど、うん、若手の頃にちょっとしたバラエティでお会いした時に、なんかこの人は本当にかっこいいんだなっていうか、なんかまとってる空気とかが、ね、何ここ、ここはキムタクファンクラブのつぼりなのなんか。そんな感じになっちゃってますけど。声がうっとりされてます。いや、なんか本当にちょっと、だって男の俺に対してでも、そんな感じだったから、あ、この人はなんかすごい気遣いもする人で、気遣いをしてるってことをあんまり感じさせない人だなと思いながら。今までの、はい、俳優人生の中で、はい、ターニングポイントいくつかあると思うんですけど、うんうんうん、例えば何とかですか？ドラマ、コウノドリ。はい、はい、はい、はい。TBS さんの、で、出させていただいた後に、はい、その役が結構辛い、妊婦さんで、死産をするっていう、妊婦さんの役をいただいて、うんうん、それが放送された後にすごいブログに、うん、たくさん、なんか、実は、人に言ってなかったけど、私もそう同じ経験をしていて、うん、なんか、代弁してくださってくれて嬉しかったですとか、うん、あとなんか、夫婦でやっと、この話ができるようになりましたとか、なんかすごく、経験された方々からコメントをいただいて、なんか、それはすごく初めて人の役に立てたなっていう。いや、すごい、すごい。なんかすごく嬉しかったですね。いや、なんか僕はそういうことって、なんていうのかな、諸刃の剣みたいなところがあって、うんうん、実際リアルに体験された方は、はい、軽々しく触ってくれるなっていう人だっていると思うんです。もしくは、そのリアルとリアリティはやっぱり違うから、はい、あんなもんじゃないんだっていう意見の方が多くて、それでも申し訳ないって思うもんじゃないですか。だけど、何人でもいいけど、そんなこと言ってくれる人がいたら、私がやってることは、間違ってはいないっていうのになりますよね。本当、本当おっしゃる通りで、なんか、放送される前とか、撮影の前、本当怖くて、うん、私なんかがこんな大事な役をやっていいのかなとか、本当に分かってないのにやっちゃっていいのかなとか、すごく、なんか、思ったんですけど、やっぱ身近にそういう、大切な人がそういう、経験をしてる子もいたりしたんで、うん、ちょっとせめて力を、出せる限りやろうと思ってやったら、そういう反応いただいて、本当になんか。救われるわ、はい。絶対的に救われる瞬間だと思うんだよね。おそらくそういう題材って、全く箸にも棒にも引っかからなければ、はい、誰も見てくれないし、鼻で笑われるだけなんだけど、生地少し心を動かしちゃった時に、猛烈な反発も来るんですよ。だけどそれがちゃんと真摯に立ち向かって届いた人がいると、そこまで言ってくれるっていうのは、ね。はい、僕は役者じゃないけど、半分嘘みたいことをやってる仕事じゃないですか。誇張もするしってなってる中で、たまに、あ、俺やってることは、
間違ってはいないって思えるとちょっと嬉しいもんですね。嬉しいですね、その反応はね。すっごい嬉しかったです。もう、うん、ね、一生の宝物というか、うん。いや、なんかちょっといい話を聞けたところで一回 CM 行きましょうか。ということで今日のゲストは、俳優女優の、篠原ゆき子さんです。光とラジオと篠原ゆき子と映画女たちと、TBS ラジオ伊集院光とラジオと、今時刻は10時26分でございます。改めまして今朝はゲストに女優の篠原ゆき子さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの瞳が大きくて目が大きくてすごい目に表情があるキョロッキョロキョロッキョロしてる。いや、いろいろなんか珍しいというかすごく初めてなんでキョロキョロしちゃいます。で、あのアクリルガルセもあるんですけど、はい、たまにピタって何かこう動きが止まる、ひまわりの種を食べてる時のハムスターみたいな感じの取りませんからっていう感じの、ね、キョロッ何か見っけたっていう、ね、まあ、表情豊かな想像できますね。さあ、主演映画の話を割とフライングで言っちゃったのできちんとここでデータを押さえておきたいので、竹内さんからお願いします。はい、篠原ゆき子さんの主演映画女たちが来月6月1日火曜日から公開されます。舞台は自然に囲まれた山あいの小さな町。40歳を目前にした篠原さん演じる独身女性美咲は故郷へ帰り、高畑淳子さん演じる半身不随の母の介護をしながら地域の学童保育所で働いています。罵詈雑言を浴びせ続ける母に反発している美咲にとって、倉科カナさん演じる養蜂家の親友香織が唯一の心の拠り所でしたが、実は彼女も心に深い闇を抱えていました。悩みを抱えた女性たちの生き様をドキュメンタリータッチで描いた作品です。なお上映時間は97分、1時間37分です。へえ、あ、割とギュッとしてるっていうか。そうですね。なんでしょうね。まあ、今ラジオ聞いて初めてそういう映画があるんだっていうのを知った人に、こういうところを見てほしいんですよとか、こういう人に見てほしいんですよっていうのは、そうですね。あの本当今コロナ禍で家にいなくちゃいけなくて、で一人で暮らしている方は孤独を感じるし、で家族と暮らしている方も今まで家族となんとか、うまくやっていたバランスが崩れたりして悩んでる方とか、うんうん、あとね、金銭的にも経済的にもっていろんな悩みが出てきちゃってる方も多いのかなと思うんで、そういう方に見ていただけたらすごく嬉しいです。うん、多分すごく普通の女性たちの話だと思うんですよ。だから倉科さんとか高畑さんとか私の役とか他にもサヘルローズさんとか、うん、いろんな方が、うん、あの誰かに共感していただけたら嬉しいなって思います。それ見た竹内かなえはどうなの？その竹内かなえ の感想はいかがですか？はい、なんか共感と、はい、なんか自分の中に眠っている何かがこう、はい、呼び覚まされる感じであったりとか、でもその篠原さんを筆頭にその倉科さんであったりサヘルさんって、みんななんかものすごい印象的ですよね。なんかインパクトがすごくて、なんかうーんってこう考え、僕からは余計なことを一つだけ言っとくと、この今なんかお話聞いたりとか、あ、そういう映画あるんだ、行こうかなってちょっと思ってる方は、この女たちっていうタイトルをちゃんとメモしといた方がいいです。あのね、あの監督とかみんなにこだわりがあって結果この女たちというタイトルはついてると思うんですけどね、はい、まあこういう短いタイトル検索で埋もれる、 あのね、徹底的に検索で埋もれる、ね、あの僕ちょっと前に来るっていうタイトルの映画出たんですけど、はい、あ、はい、まあ埋もれる、そうですね、もうそのどっか行っちゃうのよ。だからもちろんその検索するときに、はい、まあ多分篠原ゆき子映画とかでもう出てくるとは思うんですけど、はい、一応後で困んないようにちゃんと女たちはメモって、で、おそらく上映館とかをちゃんと見つつ、はい、調べつつ行っていただくのがいいような気がします。なんか今、あの、調べると、8人の女たちっていう映画。ああ、ほら、ダブルだ、そうなんですよ。それの、
あの写真欄に女たちの写真が入っちゃってて、うん、映画 .com さんからなんかおかしなことなるでしょ、なるんですよ。伊集院光調べてるのに伊集院静香さん結構入ってくるんですよ。お互いご迷惑をかけてると思うんですけど、だから最近それもそのさ、その監督や脚本を書く人たちの思いがあるから、その変えるのがいいことじゃないんだけど、やたら長いタイトルがどんどん増えてきてるから、あ、確かに、ね、そうですね、ね、そういう対策なんですね、だと思います僕は。ね、女たち、女たち、よろしくお願いします。です、よろしくお願いします、はい。さあ、あとはですね、皆さんに聞くんですけど、うん、今後挑戦してみたいこと、なんか、はい、もう、あの、個人的なもんでも、はい、女優としてでもいいんですけど。そうですね、海外の方と、うん、なんか、あの、海外の、ちょっと、昔映画祭でお友達になった女優さんとか、あと、あの、海外の監督さんとかと何か一緒にものを作り上げてみたいなっていう夢はありますね、うん、でもなんかそういうチャンスは広がってるなって感じるのは、はい、なんかそのネットフリックスとかで割と名前も知らない人なのに、はい、あの何超何百万ドルとかじゃない、いわゆるちっちゃなバジェットでできた良作みたいのがすごい増えてるから、はい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 、ああいうところにチャンスあるのと、はい、俺これごめん褒め言葉に聞こえるかどうかわからないんだけど、はい、なんかね、はい、篠原さん、うん、どんな役でも、うん、そこにいる人のリアリティがすごい、ありがとうございます。あるから、嬉しいです。とある日本人みたいなこと。なんかその、アジアンヘイトに巻き込まれるニューヨークに住んでいるとある日本人女性みたいことに対して、はい、なんかとてもこう座りがいい気が、ああすごい素敵ですねそれ、してなんかやってみたいですね、あるといいですよ、そういう機会いっぱいあるといいですよね。あとはプライベートは何してる人ですか、はい、主にあの娘がいるんで、はいはい、まだ幼稚園生の。それもいいのは、娘がいてもいなくてもおかしくない。はい、それってやっぱすごい。いるんですねって言われるに対して、とも思わないし、逆に言うと、その逆でも思わない感じ。はい、で、娘さんいるんですね。はい。はい、はい。その生活ですね、もういわゆる。ずーっと今日も番組前からお母さんの愚痴を聞いてきたんですけど。なんか竹内かなえの愚痴は、はい、外食行くと美味しいもん食べられるじゃないですか。ね、でお母さんとしては家ではバランスいいの作ってほしいから、はい、その美味しいもんじゃないものを作るじゃないですか。はい、でそうするとお母さんの食事はテンションが上がんねえみたいなことを言われる。辛辣ですね。おいくつなんですか。7歳、5歳、2歳。そんなにいらっしゃるんですか。この人こんな顔してますけど、この人も割とどこにでもいそうな顔してますけど、なんかね、南米で暮らしてたりする、南米で出産したりしてますから、この人。ブラジルで一人ずつ生まれて、はい、アルゼンチンブラジルで一人ずつ、すごいですね、すごいな、変わってる人の人生で全員変わってますからね、なんかね、すごいですね。なんかお嬢さんと暮らしてて、はい、なんか思うこととか何ですか。思うこと、うん、こうやって発見とか、俺すごい興味があるの子育てに、俺知ってないから、ああそういう感じなんだっていう。お子さんはお母さんのお仕事のこととかはどういうふうに認識してるの。なんか最近認識しだして、でこの間銭湯みたいなのに行ったんですよ前、うんうんうん、そしたら娘が、私がもう裸になってこそこそやってる時に、うん、この人は相棒とミセスノイジーに出てますよろしくお願いしますとか。プロモーション活動。いや、もう、ここでしょ。やめてよりによって今っていう。裸と思って。そう、面白いわ。でももう、お母さんの仕事がもう、人気商売だってことは分かってたね。分かってるみたいですね。うちの子は漢字の宿題で聞くっていうので、はい、TBS ラジオを聞くって書いてある。例文に。そうすごいな、子供たちみんなプロモーション活動してくれてるわ。ねえ。いい子供さんね。ということで、今日のゲスト女優の篠原ゆき子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。